表情なども何かこう少し似ているような印象も私、そうですね、先ほどのインタビューを聞いているとですね、なんか話し方なんかも少し似てますね、はい、そうですよね、思い出される方も多いんではないかと思いますが、正面の多賀竜の鏡山さんにも伺いましょうか。豊昇龍どうですか。ねえ、あの顔もやんちゃっていう言い方おかしいですけど、おじさんと一緒できつい顔してますよね、うん、いやいや、そうですね、相撲内容でおじさんを追いかけていってもらいたいというのは当然、そうですね、もう相撲を見習って一生懸命頑張ってほしいですね、はい、初日はあの内容で勝ちました。昨日は、志摩ノ海に敗れて、まあ、その直後にも集中したいという話もしていました。まあ、どうですか、今翔猿と豊昇龍とご紹介しましたが、これこの先非常に楽しみになってくる2人ではないでしょうか。そうですね、まあ、体もまだまだ大きくなるでしょうしね、まあ、技術もそれに伴ってついてくるでしょうから、まあ、2人とも楽しみだと思いますよ、はい、豊昇龍の師匠の立浪親方は、もう少しこう稽古して体が大きくなっていくとという話もしていました。さて今日は対戦相手返り入幕の旭大星です。2年ぶりの幕内復帰、初日は持ち味の顎を引いてのいい押しが出ました。松鳳山に勝ちました。昨日は逸ノ城に敗れています。この2人は先場所あの6人による十両優勝決定戦、千秋楽覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、その初戦で対戦して豊昇龍が寄り切りで勝ちました。でこの相撲も含めて十両で3回対戦があって、旭大星1勝、豊昇龍2勝、豊昇龍の2勝は先場所の、本割と決定戦の2番となります。どちらも旭大星は押し込みたいんですが、豊昇龍が突き放し押っつけなどでこう刺す形を自分が作りまして寄り切っています。眉間にシワが寄って怖い顔になりました。旭大星は前傾を崩さずに攻めていきたいとこの相撲に向けてコメントしていました。式守金太夫が合わせます。手をついて張って立つ、差しにいった今日の豊昇龍、左からは押っつけています。前回しを取った旭大星、その回しを下手を切った、上手出し投げ旭大星、しぶとい足腰、豊昇龍残した、よく残しました。それでも旭大星が出ていきます。寄り倒し、旭大星の勝ち。さすがに残しきれませんでした。先場所敗れていた旭大星が借りを返すような一番になりました。旭大星勝って白星先行、2勝1敗豊昇龍は1勝2敗です。今日は豊昇龍張って差しに行きました。ちょっと脇腹のあたりを気にしています。鏡山さん、はい、差しに行ったんですが前回しを取られましたね。そうですね、まあ、張り出しというのもちょっと今日大きい相撲を取ったんですよね。あ、先場所2勝している相手でどうでしょうかね、差せばなんとかなるという感じがあったかもしれませんね。差せればですけどね、やはり体格差もあるんで、はい、まあ、頭から当たっていった方がもっと流れは良くなると思いますけどね。本来そういう相撲なんですよね、はい、豊昇龍はこれ今日この形で、あ、旭大星も立ち合いすぐに前回し、はい、左引いてるんですよね。これは旭大星の方も考えましたね。なるほど。で、この後の出し投げはですね、そう、豊昇龍 よく残りましたよね。いや、びっくりしました。佐渡ヶ嶽さん、この辺りですか、足腰と先ほどおっしゃっていたところは。そうですね、こういう足腰はいいんですけどもね、はい、ただ今日はちょっと受け身になってしまいましたね。そうですね、出し投げからの連続攻撃には耐えることができませんでした。これで旭大星が白星先行の2勝1敗豊昇龍は1勝2敗となりました。旭大星は明日志摩ノ海、敗れた、豊昇龍は明日松鳳山と対戦が行われます。太田さん、はい、豊昇龍ですけれども、はい、問いかけには何も答えませんでしたね。花道を下がる姿、下首屋に下がる姿も脇腹などは